ああごめん強く引っ張りすぎたなでもちょっとだけここで隠れてて知ってるよというか先週くらいからずっと気づいてたしお前さあのお客さんにストーカーされてるだろやっぱりなあ 道りであの人、変な行動や変な言動、めっちゃすると思ったわ。ねえ、あんまり言いたくないと思うけどさ、いつ頃くらいから会ってるのか、教えてくれるふーん。<laughs> 先月から、ね。 ね連絡先の紙とかってもしかしてもらったことあるもらったことあるかそれで連絡しなかったんだろまあそれが一番正しいんだけどさでももらった時点で誰かに相談とかした店長とかあるいはマネージャーとかさ でないのかよ一応教えておくけどそういうのもらったら自分で判断するんじゃなくて一回は店長とかマネージャーに相談してじゃないと連絡が来るまでうちに通い続けるやつがいるからさあと お前は知らないだろうけど、先月辞めた西本さんって覚えてるだろうそう、ショートカットのちょっと中性的な女の子。あの子もさ、お前と同じような経験あって、それで家まで特定されて結構一人で悩んでたんだよ。まあ。 店長が早めに気づいたからよかったんだけどさうんだからお前には西本さんみたいになってほしくないから今日はここに少しだけ避難させたの <laughs> 一応このことは俺から店長とマネージャーに言って 防犯カメラで特定して出禁にしてもらうから、また何かあったら、俺経由でもいいから相談して。これだけは言っておくけど、お前は俺の大事な大学の後輩なんだから、そんな大事な奴をやませたくないからさ。わかった